みなさん、はい、僕は誰かと言いますと、ただのね、まあ子供と言いたいのですが、まず、この動画の、ことをご説明しましょう。この動画では、僕が、ね、いろいろなことを試したり、テストしたり、実況したり、する。まあ、とにかくね、いろんなことをやるっちゅうことだよね。そういう動画を、作ります。僕の、お名前は、ひできと申します。よろしくお願いします。早速なんですが、今日は、見てください。この、ヒラメちゃんですね。この黒いね、新しい3匹のヒラメと、あと、このでっかい白いヒラメがいるんですが、これの、水合わせっていいんだな、をテストしていきます。では、次にどうぞ。まずですね、ひでき君のお父さんです。まずですね、この、この水、重い、近づきすぎだ。重い。片手で持つとかなり重いです。いや、片手で持つとね、かなり重いですね。ないじゃん。ご覧にした。はい。カメラ大丈夫？すみませんね。取り忘れて。こうね。はい。これが、ショックです。から、まあ、ゴミみたいなのがあってますかね。まず、ここ。で、なんか、はい、これがヒラメくんですね。ヒラメくんです。ヒラメが見えません。今喋ってるのは僕の弟でございます。見えるかな？見えますぞ。この今動いてる物体みたいなの、これがヒラメちゃんです。で、よし、そうすると前の顔を映りたいじゃないですか。ですね、今、ヒラメを映しています。お、ヒラメが逃げる。ああ逃げる。ちょっと、チェーン許すね。ああ、おお、グググよし、ちょっといい。では、ヒラメを突き上げていただきます。勇気なさすぎる。いるわ、うわ、すごい飛び跳ねます、飛び跳ねます。僕も触っていいですか？いいですよ、はいはい。ちょっとこい、この子が、おい、ちょっとカメラに顔向けて。この子が、弟のカズキでございます。まあ大家族と言ってはなんですが、結構今家族で実況していることところです。ではちょっと今僕の機で弟と父ちゃんで映して、いきます。はい、構えて。ちょっとカメラ、この先にね、ヒラメがいるんですが、でかいですね。つまじっこいから、つまじっこいから、さあ捕まっています。で今捕まったヒラメがこいつらです。お、ちょっと今もう死んじゃうんで、死んで、カラカラになるとね、死んじゃうんだね。すばしっこいっすね、それよりも。すばしっこいね。今、水合わせっていうのはですね、そもそも。水合わせは、住みにくい環境って言っちゃあれかな。住みにくい環境に、なるべく慣れてもらうことを水合わせと言います。はい、そうだよね。意味合ってますよね。うん。意味合ってるよね。OK。はい。よし、3匹移したか。じゃあ止めて。止めます。